乱書翻訳取り締り例とは、嘉永2年から翌年にかけて、江戸幕府が出した一連のオランダ語などのヨーロッパの文献に対して行われた翻訳及び観光に関する一連の規制。18世紀後半から乱学が急速に広まってきたが、同時にその思想的影響が爆犯体制に対する悪影響を与えることを危惧する意見も高まった。そのため、江戸幕府は、 蘭学の自由な研究を抑圧するために翻訳出版の規制を行うとともに幕府が蘭学知識を独占的に掌握して幕府に都合の良いものだけを利用していく路線を追求するようになった。その方がは文政4年の出版取締例に見られるがそれが本格化していくのはシーボルト事件、万社の極を経た後のことである。天保10年7月。 天文方見習い、渋川隆史家が、乱学取締りの意見書を、老中、水野忠国に提出したのをきっかけに、翌年5月幕府は、天文方に対し乱書翻訳を乱りに外部に留付する、ことを禁じ、また町奉行に命じて、江戸市中の看板に横文字を用いているものを取り締まらせた。天保13年6月に、乱書の翻訳出版を町奉行の許可制としたが、 高下2年7月に、に許可の権限を天文方に移した。当時の天文方、渋川圭介は、高史鹿の実父で、高史鹿自身は、書物奉行も兼務していたことから、蘭書の翻訳出版は、実質上の天文方の掌握のもとに置かれた。ところが同年に、天保の改革失敗の影響で、渋川高史鹿が配慮されると、一旦はこの流れは人生化した。ところが、 開盟2年に漢方医と乱方医の対立が深刻化すると漢方医側の政治工作もあり徹底的な取り締まりが開始されることとなる。まず同年3月に幕府医師の乱方使用が禁じられるとともにすべての医学書は漢方医が掌握していた医学官の許可を得ることとなった。さらによく加3年9月には乱書の輸入は長崎奉行に許可制となり、 諸藩に対して、解剖関係書を翻訳中の藩は老中に署名を、届けで一部を天文方に提出するものとした。この一元の乱書翻訳取締例によって乱学に関する出版は困難となり、乱学の自由な研究は制約されることとなった。こうした流れの中で、天保十二年には、コーラ一市の、久保陽方が、カエ三年には、 佐久間正山の贈呈に乱語意が出版禁止、不許可とされている。開国後の安政3年6月、新国の版書、翻訳書は新設の版書調べ書に提出して検閲を受けることとし、一般の翻訳書は書目年次を届け出て、翻訳が完成したものは版書調べ書に一部提出することとされた。ところが安政5年7月に、 幕府医師のオランダ見学を認める決定を行い、伊藤原木、戸塚政会が、幕府、奥医師に登用された。続いて、安政の5カ国条約に従って、外国貿易が本格化すると、乱所をはじめとする要所の輸入が、長崎以外の港でも行われるようになり、輸入許可制がなし崩しに崩されていった。こうした中で、万円元年うるう3月、 歴書は従来道理天文型に、世界図、版書翻訳、乱歩遺書は、版書調べ書に送行を提出するように命じられた。だが、輸入、流通に対する規制が不可能になった状況下において、一連の取締り例は全く効果をなさないものとなっていった。ありがとうございます。